モードは、イギリスの王族。エドワード7世の女系の孫娘。全名は、モードアレグザンドラ・ビクトリア・ジョージア・バーサ。姉のファイフ公爵夫人アレグザンドラと共に、イギリス王の女系の孫でありながら、グレートブリテン及び、アイルランド王女の称号及び、ハイネスの継承を授けられた珍しい例である。モードは、エドワード7世の長女ルイーズ王女と、その夫の初代ファイフ公釈。 アレグザンダー・ダフの間の次女として、ロンドンのリッチモンド・アポン・テムズにある、イーストシーン・ロッチで生まれた。イギリス王の女系の孫娘に過ぎないモードには、イギリス王女の称号は与えられない決まりであり、誕生時は単に公爵令状として、レディ・モード・ダフと呼ばれていた。モードと姉のアレグザンドラは、父方からウィリアム4世の血も引いていた。1905年、エドワード7世は、 ルイーズ王女にプリンセスロイヤルの称号を与え、さらにその二人の娘アレグザンドラとモードにはイギリス王女の称号と他のイギリス王族が持つ王家の殿下に次ぐ殿下の継承を与えた。これよりモードはモード・オブ・ファイフと呼ばれるようになった。当然ながらこれらの称号は姉妹の父親ファイフ公爵に由来するものではなく祖父エドワード七世に由来するものである。 モードは1923年11月13日、第10代サウスエスク伯爵、チャールズ・カーネギーの長男である、カーネギー教、チャールズ・カーネギーと結婚した。夫が1941年に、サウスエスク伯爵位を継いでいる。モードは結婚後、イギリス王女としての称号を使うのをやめて、カーネギー教婦人、後には、サウスエスク伯爵夫人と称した。 叔父のジョージ5世は、ファイフ公爵家の姉妹が、イギリス王女の称号を受けたことを心よく思っていなかったため、結婚に際して特に王族の称号を取り上げる、直居状などは出ていなかったものの、モードは国王の意思に自発的に従ったものと思われる。モードは、夫と共に、スコットランドのキンカーディンシャーで、模範農場を経営していた。モードは、イギリス王室の一員でありながら、 公務などは割り当てられなかった。しかし1943年に国王ジョージ6世がアフリカに赴いた際には国王の国務代行者を務めた。同じ1943年、姉、アレグザンドラの一人息子のこの男公爵、アラステア・ウィンザーが休止したため、ファイフ公爵位はモードの一人息子、ジェームズ・カーネギーが相続することになった。モードは1945年、 激しい期間支援の発作を起こして亡くなった。ありがとうございます。